シカゴマラソン、13日、シカゴ、女子で驚異的な世界新記録が生まれた。ルースチェプンゲティッチ、ケニア、が2時間9分56秒の世界新記録をマーク。従来のアセファ、エチオピア、の持っていた2時間11分53秒を大幅に更新し、女子では初の2時間10分切りサブテン、を達成した。22、 23年の名古屋ウィメンズを制しているチェプンゲティッチはスタートから5キロ15分前半台のペースを刻み、ハーフを1時間4分16秒で通過。最後までペースを落とすことなくゴールを駆け抜けた。高速化が顕著な近年のマラソン界。SNS では、とうとうここまで来てしまった、女子もついに10分入り。これは凄す,すぎる、えぐい世界心、と衝撃が走っていた。